い、こんにちは。粗品、人生最後の酒タバコの日。おー、今までありがとうございました。まあタバコはさ、もともと吸ってなかったけど、タバコも酒も今日をもって一生やりません。はい、まあ酒やめる、なんかやめたくて、ずっと、特にお酒は何回かやめるとか言ってんねんけど、なんかまあ微妙で、でももうやめるぞ俺は。お酒もタバコも今日でラストや。マジですか？マジ。タバコはさ、もともと吸わんけど、まあまあなんかノリでな、それこそ矢野のやつ1分ちょうだいやとかあったり。今日でラスト。どう？まあいいと思います、健康的に。せやろ。はい、健康やな、酒もタバコも。ええことないやろ。まあね、まあタバコは知らんけど、もちろん病気になるし、やっぱ酒、酒どうやねん。やめます、今日からラストだから。最後にタバコ1本、ビール1本摂取して、もう人生終わります、この嗜好品2つは。はい、ストイックに頑張ろうかなみたいな。で結構俺、まあタバコはそうやな、まあ身内が吸う分に関してはええけど、例えば矢野とかがさ飯屋で吸うのは全然ええし、その副流煙は気にならんけど、知らんやつのタバコめっちゃキモない。まあね、知らんやつの一回体入って出た煙を吸わされるのめっちゃ嫌いやねん俺。タバコキモいわってのと、まあ酒はちょっともうやめなあかんな。まあ音楽の歌詞とかでも結構な酒飲んでるやつのことをバカにする歌詞とかあんねん。そのお前らが酒飲んでる間に俺は誰にも負けへんように努力するとかさ、そんなに女と酒が好きみたいな、なんかそういうのもあるから、ちょっと酒のことは軽蔑していかなあかんから、俺はもうきっぱりやめようかなみたいな。同時にまあ言うたら父ちゃんも酒とタバコやっててん、で、まあ、酒はな病気でやめたんや、俺が子供の時はずっと飲んでたけど、まあある日を境にもう医者に絶対飲むなって言われて、もう飲んでなかった、ノンアル飲んでた、ずっと。そんなもん悲しかった。でもきっぱりやめてたし、あとタバコは俺の父ちゃんずっと吸ってたらしいねんけど、俺の母ちゃんとの初デートの時かなに車でな、父ちゃんがこう吸い出したらしい。ほな母ちゃんめっちゃタバコ嫌いで、もうお願いやからタバコ吸わんといてんみたいな、嫌がってん、ほなその日こう一本も吸ってないらしい。だからなんかそういうさ、親父への憧れもある。まあ理由は病気と、まあその時の嫁っていうことやけど、俺もちょっときっぱりやめたいから今日でやめます。おだからお前らも一緒にやめようか。どうした？どうしたの？どういうこと？いやいや、仲間やろ、で、君酒めっちゃ好きやろ、で、君めっちゃタバコ好きやろ、やめよう、みんなで。猫おる、見て猫おるすげえ。やめろ、いやこれはあれやで、その誘いやで、やめろやめようぜじゃないで、どう一緒にやめへんみたいな。俺はやめるけど、どっちみち一人で。ちょっと元気揺らいでんちゃう。まあ確かに、酒、そうですね、お腹も出てきましたし、まあまあ体な、はい、しばらくやめてみる、それから。あ、ちょうどダイエット企画も始まるやん。はい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 、一回
数ヶ月一緒にやめてみる。まあそうしますか。はい、おおマジで、はい、いや無理せんといてよ。はい、もちろん。え、長期的にもやめる気はない？どう？まあ一旦数ヶ月やってみてって感じですか、ね。いいね。いやだから意外に避けなくても飯楽しいやみたいな。そうです、ね。があればな。はい。今からなんかそのお酒の勢いで、ね、女性とみたいなのもないわけやろ別に。それはあるんですけど。なんでそれあんの？そこはね。違う、既婚者やろ。なんでそれ今あんねんお前。まだ。嘘でしょ。そうです。いや、まあ矢野やめる。矢野やめるタバコ。そんなお前、外国人のお前サッカーの監督みたいな。なんやねんそれ。やめない。まあまあ、やめへんわな。まあちょっと話すんだけど。やめとけって。病気なるで。まあじゃあ元気はちょっと酒もしかしたら。ちょっとそうですね。頑張ってみよう。まあ全然無理せず。俺はほんまきっぱりやめるから。おお。では、ラストです。おお。ラーク。初代のラークかな、合ってる？クラシック？クラシックじゃないか。結構9ミリが出たんですか？あ、そう。12です。まあ、これはでも俺が本気でタバコを始めようと思った時に3、4年前コーチさんに相談して、粗品が今タバコ始めるってなって何吸ってたら渋いっすかみたいな、渋いかつおもろいっすかって言ったらラークのこれです。だから、うん、おおそれみたいになる。なるっすか？渋ってなるっすか？おおこれも最後が。ほんでまあ今までな、俺その合ってるこれ。いや、ボックスではやるソフトの時にやる。そのボックスでもやるから渋いんちゃう。もう恥ずかしいですあー、やめれるわこれちなみにいる。あと、あ、いいんすか？ありがとうございます。 S1、12、きつい。いや、きついです。いや、ありがとうございます。ライターちゃう、ライター貸しや。いや、そんなまあその粗品、タバコを初めて吸うみたいな動画とか上がってたりさ、うん、そのなんか吸うたびにとか言って笑かしてたわけ、周りを。はい、入れようが。おー最後はな、はい、入れれてるかちょっと見て。でもまあ、分からんから。でも前の感じいけそうやろ。あー、まあまあまあ、ちょっと掴んでみた。え、こう、いやいや、根元かっこ悪いです。え、先端でしょ。もう、つまようじやん。あれがつまようじやん。ラストタバコです。もう入ってはいるか。でも咳込むということは。お、お、あ、うん。ポンって。ほんま。出方でわかんない。玉やっちゃう。ああ、どっちも少ないな。でも少ない。はい。まあその歌も歌うからさ、喉はやっぱ。俺炭酸もやめたろうかなと思ってね。ほんで、なんやったら喉に刺激やから。まあそれはちょっと次のステップだけど、一旦やます。付き合ってくれ一本、一緒に。何やねんその洋服ダサい。いいでしょ。キモいねんお前。何その
これで。ああ。人生ラストタバコマジで。ちょけてももう吸わん。企画とかでも吸わん。それ合ってんのこれ。これ。これめっちゃ一番かっこいいっすね。ほんま？ダサいんじゃん。いやいや、口、口こんなの。スキンケアみたいになってる。あー。あ、やっとなる。ちっちゃいな、なんか。ポコン。ポコン。いや、なんか、風も大きく吸うとやっぱさ、ってなってまうから。一筋。はい、な。あ、でも鼻から鼻から出てるんで、まあ大丈夫。むずいな、ほんま。これから一緒に吸いたいわ。いや、だってこの撮影前にな、はい、今ちょっと撮影タバコ吸うからって言ったらめっちゃ嬉しそうやったの。マジっすか。これから吸うんすかみたいな感じで。そうですね、許可最後や。最後か。一緒に吸いたかった。めっちゃ行きたかったっすね、喫煙所とか。ちょちょ、いや、しろ。いやいやいや、ついていくやん。いや、スワング。このとんがらすのやめてください。自然と言ってください。素人感でも、あんまとんがらす。喫煙所でちょっと喋ったりとかもな。だからラストのこの何スモークコミュニケーションですか、喫煙所の。ハマキとも吸ってそのまま出たっす。これ何、あ、え、何ミリそれ。これ14。あ、 14? そうですね、じゃあ14。えぐ5? 5、セブンスターの10。12ヘチョイじゃん。いや、ヘチョックはないっすよ。あの、頑張ってやってるっす。頑張ってやってる。はい、スイカグラスだよ。クラクラしないですか、大丈夫ですか。ヤニグラ。はい、あ、ワードは抑えヤニグラやろ。昔ようしゃいよな、ヤニグラ。いや、そう。ヤニグラようしゃい。ヤニグラようしゃい。しんどいよな。いや、そんなテンションじゃないです。あれ、しんどいよな。恥ずかしい。どんなとヤニグラ2人で。えぇ、ー、いや、しないです、誰も。女と二人で同時にヤニグラ。女としないです、誰も。ラストや、ほんまにラスト。ラストか。元気がタバコ全く吸わんくて、矢野が酒全く飲まんやん。そうっすね。それを俺がやるだけやん、もう。どっちもやらんっていう。うわぁ、そうか。でもあと俺酒飲んだらやっぱな、眠なったり、何もできへんくなるね。帰ってからちょっと作業しようとかできへんくなるもん。やめたろうと思う。おお、おもんななるっす、酒飲んだ。え、お前が。いやいや、おもんなならんやろ。酒飲んでからが火つくやろ。俺なんか。どう？いや、あかん、初心あかんよ。そう、はい、笑われるっすよ。もういい？あー、まあ、でも結構吸ったっすね。いやー、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございました。ありがとうな。ありがとうございます。タバコもやめます。いや、このまま酒も飲みに行こう。おー、もらっすね。なんか寂しいな。そうですね。いやでもな、やっぱ30やで俺ら。確かに31とか2やろ。やめて叱るべきや。あとまあ俺ほんまに普通に親父もおじいちゃんも60ぐらいで死んでるから、もうな、この辺で節制せな、もう早くのは俺なあ、ほんまに吉本の本社はな、こういう建物で、うん、低っ天井低っこんな低い、
昔の建物やん。その昔って平安時代とかやで。まだ人間の平均身長かな低いとされてた時の建物やんけ。このショーとかめっちゃ回ってんねんな。あ、そうですね。そうそう、俺と元気の初回のロケのな。初回ですね、あれ。矢野言った今一緒に。いや、ちょっと言えんか。じゃあ次やな、また次一緒に言おうか。はい、こんにちは。お下げラスト朝日スーパードライ。まあほんま瓶が良かったけど、まあまあ父ちゃんの墓にかけるはこれやからな、今。うん、父ちゃんがずっと飲んでたもの、朝日、辛口。実家の焼肉屋でも朝日や辛口が一番合うって焼肉に。もうラスト酒にします。へえ。まあとは言いつつ分からん。例えば、そうやな、アックスボンバーが例えばなんかめっちゃめでたいことになって、高級な料理屋をお祝いで行って、出されたシャンパンは飲むかもしれない。ああ、もうほんまに一口だけ、はい、とか、なんか DM 来て、女性から、一緒に飲みましょうみたいな、もしあったら、飲むかもしれない。あと普通に今まで通り仕事前とかも飲むかもしれない。やめてないですよ。え、最後やめてないですよそれ。ああ、嘘やん、嘘やんな。乾杯。おお。いや、そうやねん、別にな、うまくもないやろ。なあ、よう考えたら、雰囲気とかが好きなだけで、まあね、とりあえず飲んどこうかみたいな。いや、そりゃコーラとかのうまいわ、まだ。だから俺はやめれるんかもしれん。爆笑できること言っていい？え、面白いこと言っていい？行きます。死んだ父ちゃんと一緒に飲みたかったな。爆笑ジャンルちゃうというか。え、なんかいいこと言ってます。あ、いや、その受け狙いで言ったから。あ、父ちゃんが好きだったからさ。そんな父ちゃんももうラスト5年ぐらい飲めてなかったからな。今はもう我慢せんでよって、ほらいっぱい飲んでやって声かけながら墓にこれうわちゃって言ってるわ。よし、元気付き合ってくれ。あ、いいっすか。ちょっとじゃあ、そうか。まあまあ、元気は別にな、これからも飲んだらいいと思う。はい、俺はでも、飲まへん。はい、お疲れ。お疲れです。いや、最後が矢野と元気で俺は嬉しいよ。あ、そうですね。体調悪なのも酒飲んだら、頭痛とかさ、吐き気とか、お腹壊すとかさ。どう？うまいっす。うまっ。うまいんや。うまいっすね、ビール。やめれへんのじゃん。でも短期的にはあるんですけどね、1ヶ月とか。はい。でそれこそさ、うん、3人でキャンプ行った時、グランピングか。はい。あの時俺飲んでないやろ。飲んでないです。飲んでないですね。あんなすんごい施設で泊まりで楽しいのに。はい。だから飲まんと行く。でたまに思い出すね、あの日飲まんかってんから、もう飲まんでええやろみたいな。今飲むやったらあの日も飲んでたわ、楽しかったわ。そうっすね、寂しかったもんな、あの時俺なあ、言ってたよな。もうちょっと飲まれ、ごめん。そうか、寂しい。寂しかったっすよ、俺。なんかあの直前にやめだして、いや、もうこの後からでええやんって言いましたもん。まあ、あったな。いや、俺は
ほんまに。でもな、俺らはタバコ吸わへん、はい、俺らは酒飲まへんっていうことになるだけや、うんうんうん、最後か、最後や。でもだからなんか、うん、そうやな、その会長とか、うん、まあなんやろ、秋元康とかに飲みに誘われたら、うん、記憶なくなるまで飲もうと思ってる。エロありやん。はい、なんか周り女おるでしょそれ。いやツッコミマジおかしいわ。え、 そこじゃない。いや、その権力者にはこびるんかいみたいな方で欲しかった。いや、なんか抱く用の女。違う、おらん、そんなんないで。そっちじゃない。そうなんね。俺がエロすぎるから。発想は。し、タバコも吸う、その時は。もしね、言われたら。吸うの？飲むの？そもそも俺、今年1年あれやで。禁酒してんねんで。あの、メインチャンネルの方で。あ、サイコロ投げて、出た目のやつを1年間禁止って言って、ギャンブルとか。はい、なお菓子とか言ってたのかな、お酒、うん、で酒禁止、うん、なってんねんかな。で、酒飲んでるとこ見かけたら100万円払うって言ってんだよ。そうなんすか、うん、5億ぐらいもらえますよ、僕ら。もらえば。そんな飲んでない。5億はぁ、そうなん。めっちゃ飲んでますよ。めっちゃは飲んでないな。いや、だからその一般の方には現行犯で、はい、だこれ動画で出てるのはもう飲んでるうわーじゃなくて、うん、現行犯でうわ、寿司屋さん今飲んでますねって掴んで、うん、やったら100万あげるとほんまに言ってん。ああ、うん、まだ捕まってない。でマジテルマーユとか危ない。危ないですね。オープンなスペースあかんない。そうか、これラスト。うわ、飲まんでええもん酒なんだな。まあまあな、飲まんでもいけますね。依存とかではないですね。そうや、正直、はい。なんで飲んでんのじゃん。うん。なんでですかね。まあなんかご褒美というか、頑張ったなみたいな。働いたなみたいな。はい。それをなんかその炭酸水とかにせえへん。ご褒美を。そうです、ね。グレード1個ずつ下げへん。普段はもう水だけみたいな。確かに。ありやろ。それでいいかもしれない。にもタバコやめてほしいよ。そういや、そういや、そうっすね。その、うん、3人でやるとかやったら、うん、やめへんの。やめない、やめないっす。片言の日本語やめろ。やめない。なんでやめん。うん、いや、結構好きで吸ってるっていう部分もある。依存とかじゃなくて、それこそ味が好き。うん、まあでも吸ってる自分が好きなんやろ、正直。そう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 。せやろ、はい、それは違う何かで補える、うん、革ジャンとかさ、うん、そういうことやろ、ニュアンス。うん、まあまあまあ、そっち、渋い。確かにね、かっこよさみたいな。うん、煙がいいかな。うん、出したい。お線香とか持ち歩いたらいいや。なんで、いいの。喫煙所行って、高いお線香つけてこうやって吸うとかはないけど、煙出してるわ。それでやったらいいや。口から出したいし、匂いも嫌やし。線香匂いいいよな。いいっすね。じゃかっこよくない、人から出てても。かっこよく見られたいんやな、だから。可愛いから、可愛いから。もうだからてか可愛いな、かっこいいか。こんなもんも最後やで俺。えぇ、ー、え、そんなんできるんや。できるっけ。3分の1か2飲んだらこれできんねん。そうなん。そうそう、昔テレビでやってた。おー、そうなんや。そう、これも最後や。最後や。あ、俺もっとしたかったかも、これ。できるやろ。うわー、いや、コーラとかでやったんや。これしたかった、俺。うおー。
ラとかでやったらいいわ。すげえ。まあほんまにラストにしよう俺。そうっすね、ちょっと頑張りましょう。で無理せんといてな、元気を、うん、とりあえず 1,2、うん、ヶ月。そうっすね。で、禁酒することは矢野は嬉しいやろ。同じ飲みもみんなで。めっちゃ嬉しいですね、ソフトドリンク。メッシとかも、はい。よりメッシにこう、行くね、うんうん、俺らも。そうっすね、確かに。おもろい今まで。で、いや、おもろいよ。酒飲んでも、はい、おもろいよ。スピードも、調子なってる。2人。2人はい、飲んでる時。いや、スピード速い。やつぎ早に、うわーやろ。いやいや、もうワードも落ちてるし、普段。そうなん、はい、そう。ショックやな。嬉しいっす、だけど。やり合える。やり合える。確かに。結構がっつり寄った後、なんか矢野、おもんなそうな顔してんねんな、ちょいちょい。ちょいちょい。うん、呆れてる。見るわ、顔。うん。そんな顔すなよ。うん。嬉しいっす。まあまあ、だからちょっともう俺は。はい、全部やめるわ。分かりました。ちょっとしかもこれももうまだ半分残ってるけど残すから。うん。それもし飲んでんのとか見かけるというか飲もうとした時は止める感じですよね、僕らは。マジで止めてくれ。あ、分かりました。うん、いつもじゃあマジで止めて。俺もボケたくなっちゃうから。すみません、生一つとかさ あるやん、そのしおり、ちょっと、はい、うん、めっちゃ楽しいですね、めっちゃ楽しい。いや、だから逆にもノリ悪いって思わんといてな。あー、うん、はい、うん、ここから節制し、体健康です。わかりました。というわけで、粗品ラスト酒、タバコでした。よいしょ。粗品のロケ、はい、こんにちは、めちゃこんにちは、はい、こんにちは、めちゃこんにちは。